はいどうもマムです。今回ですね、5年間ほどファッション YouTuber としてトップを走り続けているこの私マムがナンバーワンファッション YouTuber としてもう世界中に認知されているこの僕がリアルに着ている1週間コーデを紹介していこうと思います。よく僕言われるんですよ、お前どうせ普段ユニコードな自由着てないんだろ、へ、何やとか、いやどうせマムさんって普段ダサくてどうしようもね海賊なんだろう、お前らこうで一変しんどくかアイスさんか思ってるでしょうね。はい、40点のモノマネを披露しましたということで、今回この1週間モノマネを練習してみたっていう企画をやっていこうと思います。では1週間コーデ始まり、レッツゴー。コーデを紹介する前にこのチャンネルの紹介をさせてください。このチャンネルではユニクロ GU の服を中心に紹介していき、プラでもコストをかけなくてもかっこよくなれますよ、芸能人とも付き合えちゃいますよ、なんなら宝くじ当たりますよという、ね、方法をお伝えしております。ぜひチャンネル登録と通知のベルマークだけお願いします。ファッションに悩む低身長男性をゼロにするのが目標です。ぜひご協力お願いします。ではこちらの方で説明をしていきます。このコーデは低身長が苦手な白パンツを履いております。え、白パンツって低身長には合わないんじゃないって思うかもしれないけど、正解です。低身長には白パンツは合いません。それはなぜか、白というのは膨張色だからです。膨張色というのは履くだけでバッて広がって見える色、そう、膨張して見えるんです。膨張して見えると何が起こるでしょうか、そう、スタイルが悪く見えちゃうんです。そうで、スタイルが悪く見えるってことは低身長相性と相性が悪いです。さあ、そんな相性の悪い服を164センチのこのちっちゃい僕がかっこよく着こなせるでしょ、このかっこよく着こなせる方法をお伝えします。まず一番このコーデをかっこよく着こなせる出る要因がありまして、それがこれ、靴。まず僕はあの靴はね、黒い靴を買った方が低身長は無難に着こなせておすすめですよっていつも話しているんですが、今回靴はブラウンの靴を履いているんですよね。それはなぜかと言いますと、白パンツに僕らがいつも履いている黒い靴を合わせると色の乖離が、色のコントラストが強すぎて足がこう分離して見えるんですよね。足がこうね、分離して見えるっていうのは意味わからなかったと思うけど、僕が普段その足を長く見せる方法で一番いいのが、パンツと靴の色を合わせると足が長く見えますよって言ってるんですよ。まあ、こちらのまあ画像を見ていただけると、あ、靴とパンツの色がまあほぼ一緒のものを合わせると、足のつま先まで足に見えるんで、足が長く見えるんですよね。ただ、靴とパンツを別の色で合わせちゃうと、このくるぶしまでが、ズボンの丈までが足に見えちゃうんで、足が短く見えちゃいますと。いう話をしているんですが、これはですね、白のパンツにできるだけ色が薄めのブラウンの靴を合わせているんで、そこまでこう足が短く見えないように作っていました。でここでただベージュとか白系とかの、まあ、靴を選んじゃうと逆にこうカジュアルダウンされすぎて低身長じゃ難しすぎるんで、まあ、ダークブラウンぐらいがちょうどいいかなと思ってこの靴を選びました。でその靴の中にですね、僕は 2.5 センチのインソールを入れております。靴だけでソールが3センチぐらいあって、その上に 2.5 センチのインソールを入れてるんで、もう足が物理的に5センチ長くなってるんですよ。その時点で僕はもう170センチなんですよね。ってことはもう平均身長なんですよね。なんでまあ5センチ足伸ばせば似合わない白パンも似合いますよね。そしてパンツと靴の色も近づければ似合わない白パンもまあ似合うようになりますよねというね、お話でございますよ。プラスですね、ここで上にオフホワイトのニットを合わせました。これによってですね、こうパンツとニットで左のね、縦のラインができたんじゃないですか。このラインのですね、黒いアウター汗で、まあ、このニットかカーディガンを羽織ることによって、ここの左のラインを強調することができるんですよ。縦のラインを強調すると、これまた身長が高く見えやすいんですよ。なので僕は左のラインを作って、黒いアウターカーディガンを羽織って、縦のラインを強調して、コーデを組んでみました。かっこいいでしょ。で、まだこのコーデにはもう一個ポイントがあって、かなりこう襟元の緩いニットを合わせておりますと、襟元の緩いニットを合わせると首が長く見えるんで、相対的に頭がちっちゃく見えるんですよね。僕はまあ頭がでかい妖怪顔でかおじさんって、ね、私はこの頃言われてたんで、まあ、頭がクソでかいんですけども、
そんな僕でもですね、この襟元の広いものを着ることによって少しでも顔のデカさをカバーできます。低身長は顔の大きさが高身長の人と同じでも、縦の長さ、背がちっちゃい分、それだけ相対的に顔が大きく見えやすいんで、できるだけ小顔に見られる努力はした方がいいですよね。そんなこともいろいろあってこのコーデが完成しました。どうですか、かっこいいでしょ。次いきます。で、今日は実験的に音楽を聴きながらお話ししてます。僕、喫音症で言葉がどもるんですが、この音楽を聴くことによってそのどもりがだいぶ改善されて、喋りやすいし話していても気持ちいいんで、一旦実験的にやっています。これがどうしてもね、イヤホンが気になって話が入ってこないとかあれば撮ります。皆さんの間には喫音症の方いらっしゃいますか？辛いよね、喫音症。続いてはこちらのコーデです。ユニクロ U のワイドフィットジーンズにユニクロ U の 3D クルネックセーターを合わせてみました。靴が、パドモア&バーンズのシューズを合わせてます。さっきブランドの紹介してなかったね。変えてきます。で、これに関してはですね、上下ユニクロで合わせておりまして、この2個セットかっこいいよねー。です。これはどこがおしゃれポイントなんかと言いますと、おしゃれポイントっていうか分からん。これをおしゃれとすると、どこがおしゃれポイントなんかと言いますとですね、今日下からライト当ててるからブスに映ってる、こう映る、どこがおしゃれポイントなんかと言いますと、皆さんはおしゃれな人が自然にやってることって何やと思いますか？それはね、もう一つだけ、どんなおしゃれな人にも一つだけ共通点があって、それが色を拾ってるんですよ。これはどこで色を拾ってるかというと、きなりのニットとブラウンの靴を合わせてるんで、きなりって言ってもほぼベージュなんで、ベージュとブラウンの色をね合わせてるんですよ。これはどこの色を拾ってきてるかというと、まず靴にダークブラウンの靴を履いて、ニットがね、まあ、オフホワイトっていう、まあ、名称ではあるけど、ほぼベージュを合わせていて、このダークブラウンの色味を拾ってきてニットに合わせてるんですよね。まあ、ベージュとブラウンって結構色近いやんか。だからそれ拾ってきて合わせてますと。なんで、まあ、色を拾ってくるっていうか、グラデーションをつけるっていうか、まあ、近い色を合わせることによって統一感が生まれるんですよね。それはまあ、色を拾ってきて全く同じ色でもいいし、近い色でも、やっぱこうね、統一感が生まれるんですよ。で、そこで、全身が近い色だけだとのぺーんってしちゃうんで、こう、濃淡をつけるために、コントラストをつけるために、濃い色のデニムはしておりますと。で、なぜ下半身に濃いデニムを持ってくるかというと、人間は下半身に濃い色があった方がスタイルがよく見えるんですよね。スタイルがよく見えるんですよ。まあ、色には重さがあって、明るい色の方が軽く、暗い色の方が重く見えるんですよね。で、やっぱ重いものが下にあった方がさ、人間自然に感じるやん。重力で下に行くねんから。だからこう、重い、暗い色を下に持ってくることによって、人間の目に自然に見える、イコールおしゃれに見えるコーデを作っておりますと。で、まあ、あと暗い色は先ほど言った膨張色の反対の収縮色にあたりますので、収縮色と言いますとですね、キュッと細く見える色なんで、足も細くスタイルがよく見えるんですよね。僕は短足クソジジで有名なんで、足がね短いですけども、これだけでもだいぶマシに見えております。で、このコーデに関しては、まあ、袖をまくってもねかっこいいですよね。袖をまくる際はニット結構緩いんで、ちょっと半折りにしてからまくっておりますね。はい。ニットをまくったらまくったで、こう男らしい血管とかが見せれるんで、僕はまくったコーデも好きです。で、次はこちらのコーデでございます。クラークスのワラビー2のブラックにですね、ワイドフィットジーンズの先ほどの1個薄い色のブルーを合わせておりまして、ニットが 3D クルネックセーターのグレーを合わせております。これもね、色を拾ってるんですよ。このブルーのデニムって結構ね、グレーがさ入ってるように見えるやん。色合わせてさ、この辺とかもパンツのね、この辺とかも結構グレーやんか。で、プラスこのニットはねグレーの色なんで、このパンツの色でグレーを拾ってます。だってグレーのニットに関してもなんか青みがあるグレーやんか。なんで青のこの下のブルーのデニムの青を拾ってるんですよ。これはね、この2個はねめっちゃ相性いい色やなって個人的に思います。で、この2個だけやとこうね、色がぼやけちゃうんで、靴を黒にして引き締めましたと。これかっこよくね。で、プラスですね、このように、まあ、アウターを羽織るなら今も僕着てるんですけども、まあ、このように、SH のネイビーのアウターを羽織ってもかっこいいと思います。これに関してはこうブルーと青とネイビーの色のグラデーションを作って統一感を出しました。
はい、これに黒のアウターとか羽織っちゃうと一気になんかイメージ変わっちゃうんで、これはネイビーのアウターでこう黒のグラデーションをつけて、まあ、近い仲間同士合わせていくと統一感も出やすいんで、僕はそんなコーデを作りました。まあ3つ、まあなんか 3.5 か続いてのコーデはこちらです。先ほどの SH のアウターを引き続きですね、着てトップスですね、インナーにですね、GU のキーボシャツを、着まして、で下が、フレディ&マックの、パンツを合わせて、で靴がダークブラウンのパドモアンドバーンズの靴を合わせましたと。まあ靴をね、ブラウンを履いて白のパンツを履いて相性よくしてるっていうのはあんねんけども、で上はですねブルーのグラデーションを入れていました。グラデーションを入れてコーデを組むことによって、まあ、そのやっぱ青の仲間同士ね合わせてあげると、統一感が生まれてかっこよく決まりやすいんで、おすすめでございます。まあ、ファティーグシャツとこう軍パンを合わせるってさ、こうグングンしすぎてて、グン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 、あんまりグングン、グングングンって感じでね、全く面白いセリフは思いつかんけども、まあ、こうグングングンって感じで、服好きからしたらね、お前、軍人かよ、お前、お前、軍人かよ、エニアって思うかもしれんけど、これ誰がわかんねえんだ、このルーキーズネタ。誰がわかんねえってなるかもしれんけど、ちゃんじゃないわ。誰が軍人やんってね、なるかもしれへんけど、僕はね、まあ、そことかを気にせず、まあ、合わせてみました。軍物とキーボシャツっていう、なんか、ね、文明、文化混じりすぎてるみたいな感じなんだけど、僕はこのね、ネイビーとか青と白の組み合わせが非常に好きなんで、着てみましょう。青と白ってね、いいような爽やかでさ、マリーって感じがして、春っぽいし。組んでみました。いかがでしょうか。この GU のキューバシャツがめっちゃ良かったし、去年も割と売れてると思うんで、今年もね、似たようなものが販売されると思うんで、ぜひね、チェックしておいてください。これで何コーデ？これで 4？ これで4コーデかな？まあ、ここだけでね、終わっちゃうとあれなんですけど、この日ね、撮影した日、まあ今日やねんけど、雨降ってきて撮影できなくなったから、こっからは写真でよくします。はせ。で、お次のこちら、5コーデ目。まだギリギリだった、素材。あった。で、このコーデがですね、ワイドフィットジーンズ、ユニクロ U のものを合わせて、靴がクラークスのわらび黒で引き締めて、上がですね、あの、ジャーナルスタンダードっていう、まあ、セレクトショップがあってさ、まあ、有名やんか。そこがさ、ジャーナルスタンダードを見直そうぜっていうのが始まって、スタンダードジャーナルっていう新しいラインを出したんですけども、そこでですね、スタンダードジャーナルと、ヨークっていうブランドをデザイナーをされている、テラーさん違ったらごめんなさい。テラーさんという方がいらっしゃって、そのテラーさんがデザインされたスウェットを買ったので着てみましたと。うん、まあ、全体的にかなりラフっすよね。スウェットとデニムとワラビーってかなりラフなんですけども、下半身の色を暗くすることによって、とプラス髪型をね、こう、なんか綺麗めな髪型にすることによって、なんとかね、こうバランスを保ったコーデになります。はい。まあ、なんか結構低身長かけるこのラフなコーデって、相性悪いと思うし、僕この日スーツケースで行って、服詰め込んでいったんで、シワになっててね、シワの赤いわね、ごめんね、シワの赤いわね、シワになってるんで、なんか結構相性悪いっていう感じもあんねんけども、僕は好きっすよ。うん。僕は結構結構、僕は結構、こういうカジュアルなコーデは好きでございますね。はい。ただ、こう低身長がスタイルよく見せるにはあんまり良くないコーデですから、今回はね、リアル1週間コーデを見せようと思ったんで、一回着てみました。はい。で、なんかね、このスウェット袖口がなんかね、袖口とここの裾がですね、二重みたいなになっていて、まあ、色のこうグラデーションを楽しめる、まあ、独特のデザインをされておりましたので、まあ、下半身はできるだけシンプルで、ね、まとめてみました。いかがでしょうか。僕、何やかんやこういうコーデ女性受けでいいんじゃないかと思いますね。なんかね、かわいい、かわいい、気持ち悪いみたいって言う人がね、いそうです。これでね、5コーデ紹介したかな。5コーデ紹介したと。まあ、土日はね、家から出んなと。休んどけと。いいから絶対出んなってのは思うけどね。5コーデあったら十分やろと。ね、他に何がいいねってね、思うけど、いいねって思うけどね。まあ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 、それだけはね、申し訳ないんで、せっかくね、見ていただいたんで、6コーデと7コーデで、ね、なんか写真を見てみまーす。写真を見てみまーす。次、こちらでーす。フレディ&マックの白い軍パンに、ニューバランスの2002と、グレイの 3D クルネックセーターに、屋敷のカーディガンを合わせております。これに関してはですね、全体的にモノトーンで合わせてますね。すごいな、これ。まあ、白、グレー、ブラックっていうのがモノトーンっていう色って、靴もね、グレーなんで、これ技ありやな。グレーはグレーでもさ、結構水色っぽいグレーやん、これって。で、下の靴も結構青みのあるグレーなんで、そこもこう統一感が生まれて相性いいっすよね。コ
これ技ありコーデは。これがオースです。白パンばっかりとね、なんかキモいんで、キモいって言われそうなんで、春コーデのもう一個紹介したいの、最後な。7個でもな。うん。もう何個で紹介してる？結構紹介してんな。わからんけど、まあ、紹介しとくわ。さっきのデニムのスウェットのカジュアルコーデっていうと、僕こういうカジュアルも好きなんですよね。それがこちら。軍パンにスニーカーにスウェットを合わせました。これカジュアルやな。僕ね、ずっと綺麗めなコーデが好きって言うてた、綺麗めなコーデが好きなんだけども、なんか最近僕カジュアルスウェットブーム着てましてですね、これ可愛いよね。何が可愛いかというと、まずまあオリーブの軍パンとグレーのニューバランスの相性がやばいですね。なんつうようなこの渋い感じ、渋いけど緩いね。うん、ガッチリしない。これにスウェットを合わせることによって、このスウェットがね、もうちょいワントーン暗いスウェットが標準的なものだと思うけど、これ結構明るい色なんで、それがよりこう清潔感を生んで、バランスを取ってくれたかなと思いますね。このね、コーデ僕好きっす。うん。初デートではあんま着ていけへんかな。男同士でアクティブに遊ぶ人がやったら着ていけるようなコーデですね。まあこんなもんかな。コーデを紹介させていただきました。メインのコーデは動画で撮ったコーデでございますので、まあ、ぜひね、真似していただけると幸いです。はい。僕は普段このような服を着て遊んでます。はい。遊んでて感じを過ごしております。ユニクロ GU でほんまにいいって思って紹介したものはね、まあ、普段着てるし、無印のシャツもね、まあ、着てんねんけども、この撮影の日は持っていくの忘れて、着てませんでしたと。はい。すいません。まあ、こんな感じで僕は普段一週間過ごしておりますと。今回の動画参考になったら高評価とコメントをお願いします。参考なんかたらこの辺がクソやったとマジお前しばらきに行くとお前家行ってしばくからなとね、コメントしてください。ブロックします。では今回もねご視聴いただきましてありがとうございました。本当にでも皆さんのおかげでこの活動ができておりますと。皆さんのおかげでできているし、今後ね皆さんのためにですね、もういろんな動画を出して、もう視聴者ファーストでやっていこうと思います。視聴者ファーストでやっていくためにはお金がいりますってことは、いっぱい動画を見てください。周りに宣伝してください。お願いします。まあそんな感じで言うてますけども、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いできると楽しみにしております。では、バイバイ。アルベッチ、さよなら。プシュー。